ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、ジャン君、ポンちゃん見つけたよ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。今いたんだけどな。昨日はですね、平塚のライブ長時間ですね、お昼前に出かけて夜は10時を過ぎたね、もうちょっと経ったかな、ということでジャン君ポンちゃんにはだいぶ長いお留守番をさせてしまいました。ごめんね。そして今日は結構朝から甘えてましたかなね、ポンちゃん、ポンちゃんとさっきよいしょ、ジャン君は遊んでたんですけどね、ポンちゃん、そこがいいな。やっぱり今日はちょっと、暑くなりそうな感じなんですよね。まあといっても30度ぐらいかな。そうなると意外にポンちゃんは部屋の外の、廊下というかですね、板の間のところに行きます。ここはちょっと暑いはずなんですが、ポンちゃんやっぱ暑い方が好きなんだね。ジャン君は
部屋の中が好きですね。ベッドで寝ることが多いです。今はうろうろしていますけどね。じゃんくんおいで。じゃんくん。あ、なんか気になってるそれ。あ、違うか。おもちゃが欲しい？これ？こっちかな？あら、違うかな？でも遊ぶことがあるんだね。あ、ポンちゃん出てきたね。あ、ジャン君はわさわさするといなくなっちゃうのね。へい、こんちゃん。こんちゃん。こんちゃん。乗らない。はい、じゃんくん。はい、恒例になりましたが、ライブの差し入れ、ちょっと日にち経っちゃって紹介になりますが、失礼いたしました。はい、これはマンゴスチンってやつかな。なになになに、これ食べるの？食べるの。あの外国、書いてない？なんて書いてある？やっぱタイ産マンゴスチン、そうそう、テレビでは見たことあるけど初めて食べたことない。こうやって開けるんだ。そう、なんかあの、珍しい果物第2弾っていうことらしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとお母さん用のとさ3つ入ってて、いつも気を使っていただいて、あとおみかんも入ってるよ。早摘みみかんだね、はい、美味しそう。いいね。あ、うん、ライブの前にこれを食べてビタミン C を補充すればよかったね。なんかさ、かわいいよね、うん、これこんな形してるの。ありがとうございます。不思議なものいただきましたら、ね、どんな味だろう。かわいい。こんなちゃんとこんな入れ物に入れてもらって3つ出しちゃおう。うん、かわいい、面白い。はい、ありがとうございます。じゃあ食おうぜ。うん、はい、はい、はい、これはまた別物としていただき物をしました。昨日ライブの時にお土産って言っていただきました。かわいいにゃん。付箋か。そう、猫のフィルム付箋って書いてある、うん、にゃんこのやつです。はい、かわいい。全部柄が違う。猫好きはたまらんね。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃんくん、ぽんちゃん、仲良く並んでるのね。いいね、かわいいね。
ポリポリすると、ポンちゃんも一緒にポリポリ私もっていうことね。ね、ポンちゃんって可愛い。ジャン君大好きだね、ポンちゃん。ね、ポンちゃんいいかな。ポンちゃん可愛いよ。はい、ジャン君。はい、で、ジャン君。ジャン君とポンちゃんは何かを待っているようですが、やったー、やりました。今日見つけてきました。なかなか近所に売っていなかった、何ですか、モンプチ、モンプチのナチュラルキッスだそうです。でもクリスピーキッスの方が売ってなかったんです。残念でした。こんなそのうちまた売るでしょう。うん、なんか新しい味が出てたの、ニューっていうね、うん、なのでそれを2つ買ってみました。はい、頭黒ね。おやつもらえるよ。ジャン君ちょっと移動、ちょっと待ってね。そしてこれは地震なんかの時に、部屋に置いとくようとして買ってきたそうです。外には履いて出ません。これは家の中に飾っときます。あり、そっか、取るならお母さんの分も持ってくれるか、まあいいでしょう。お母さんは紫色にしました。はい、おいしい。
よかったね、おいしいね。ゆっくりね、うん、ゆっくり食べてください。